はい、皆さんこんにちは。で、今回は前回の続きからやっていこうと思います。それでちょっとうつせみについてちょっと調べたんですよ。まあ軽くですけど調べて、で、うつせみっていうのはモンスターを倒した時に出てくる、これだね。例えばピクシーのうつせみ、モンスター倒すとこのうつせみを落とすんだよ。で、落として、で、これをそれぞれが持ってるモンスター、例えばアンモラキだったらアギ、このスキルを継承できるっていうシステムらしい。防御耐性とか書いてあったけど、それはね、ちょっとまだ把握しきれてないので、まあおいおい分かっていけばいいかなと思う。まあとりあえずスキルを移せるっていうことが、なんだっけ、うつせみ合体っていうことらしい。で、ちょっと進めてレベル上げたりとかしたんですけど、その時にこの左、まあ右が進行方向なんだけど、この左の真ん中ら辺にあの子いたんだよ。あの赤い高2のなんだっけ、あのマミンがいて、で、それを倒して、まあアイテムちょこちょこ取って、まあまた戻ってきたっていうところからだね。じゃあ早速行ってきよう。あれだね、よくスーパーとかにある、あれはマガツカと呼ばれるもの、こう下から空気出て動くやつだね。もうそれにしか見えないけども、近づくのは危険だが、東京タワーへ向かうのが、あれを破壊して進む必要がある。ああ、なるほど。戦闘は避けられない。現在の我らの戦力なら進むことは可能だ。だが危険を感じたら無理せず戻ることを推奨。中ボスみたいな感じなのかな。マガツカとは湧き出る霊力を悪魔たちが占拠した場所で近づく者には攻撃を仕掛けてきます。マガツカに救うリーダー悪魔を撃破しない限り、周囲の悪魔たちは出現し続けるため注意が必要です。モンスターが出続けるってことで、リーダーを倒すとマガツカは消滅し、霊力がナホビドの力となります。とりあえずマガツカを倒しに行こうかなっていう感じなのかな。おおおめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。もうボス戦ってこと？あれ？この子たち、マンドレイクのこの子たち、どうしようかな。とりあえず、あとね、この右上にローマ字でマガツヒって書いてあると思うんだ。で、これをね、結構重要っていうことに気づきました。あまり気にしてなかったんだけど、溜まったらね、でも結構ガンガン使っていけばいいと思う。で、あとね、今出たね、ウィーク。で、このウィークも大事。ウィークも大事で、このウィークを一回当てると、右上の2って今アクションついてると思ったけど、これがね、増えるんだよ。一旦。なんでほら、また主人公が攻撃できるっていう。あ、そしてまたこのクリティカル、いいね。説明しやすいね。で、クリティカルも出ると一緒。アクションがまた一旦増えるっていうようなシステム。大事なのはやっぱ属性相性とクリティカル。はい、効きません。はい、効きません。あ、これ交渉できるのかな。そうそうできるのかな。え、できる。え、やってみる。あー、ダメなんだ。で、これでターン消費されることないんで、トークはした方がいいと思いますよ。あれ、すごい、すごいクターしてますけど、大丈夫？で、この子の場合、マンドレイクだっけ？火が弱点だったんで、今出てるね、弱、弱って書いてあるね。で、当てることによって、ウィークが発生して、一旦増えていくと。いいね。で、大事なのはやっぱり属性相性とクリティカル。あとね、やばい、普通に攻撃しちゃった。あとね、こうやって攻撃したときに、めっちゃ食らうな。攻撃したときに、回避
するパターンがあると思うんだ。で回避するとね、逆に一旦減っちゃうんだ。例えば今ゴンニョゲーが攻撃して回避、敵が回避したら次の攻撃はオンモラキからになるっていう風に、結構回避とクリティカルと属性相性、これはね結構重要になってくると思う今後。お、マガツカを撃破したことでマガツカを得たナホビノは大いなる力カムイを、あー僕強くなりますよっていうスキルだね。お、綺麗になったね。マガツカによって妨害されていた周囲の地図が表示されます。今後もマガツカが存在している地域は破壊することで視界が開きます。攻略を進めるためには可能な限りマガツカを倒すでしょう。可能な限り、少年よくやった。倒せない時があるってことかな。これで先へと進むことができる。まあまあ先に進みましょう。それでね、結構ちょっとやっぱレベル上げしてて思った。おーっと、おいしいおいしいおいしい、ね、これはね普通にも回復。あれあれ、ほら私だよだよ、あれまたかまってちゃんですか。何かいる、右に何かいる。見てたよ、マガツカの悪魔たちを倒すなんてあんた強いんだね。そうでしょ。でもでも多勢に無勢だったし怪我なんかしたんじゃない。すごい上からだね。まあ実際に物理的に上にいるけどさ。これあんたにあげる。なに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 、別にあんたのために探したんじゃないから、偶然拾っただけだから。ツンデレですよね。これもツンデレですよね、これは。もうちょっと悪意あるよねこの3択。まあまあ受け取っておきましょう、ここは素直にね、もらったものは受け取っていきましょう。この間のお礼ってわけじゃないけど、少しお役に立ったかなと思う。何に使うかわからないけど、いただくよ宝玉。私がもっと探してきてあげようか。あ、もっと少年、もっとちょうだい。この悪魔の目的が不明、相手にせず先へ進むことを推奨。青髪嫌いだよねこの子のこと絶対。何よこの程度じゃ何でもないって顔してさ。あ、ツンツンしてますね。じゃあもっといろいろ探してくる。そうしたら私を認めて一緒に連れて行きなさいよね。あれ急になんか話変わりすぎじゃない。約束したからね、ね。いいのかな。和装の悪魔は姿を消した。あ、そうそうそう、でこれ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 はね結構ありがたいこの回復がね。で前回も言ったけど、流血で回復できるんだけど、あの無料じゃないんだ。あの25マッカかかるからさ。で意外にあの前に見てもらうと分かるけど、意外にそんなにたまらない。で4人じゃん、モンスター4人なんで、全員回復しようと思うと100マッカいるんだよね。だからしょっちゅう回復はしてられないかなっていう。お、え、普通に女の子いるじゃん。え、あ、間違えた。ここはね20年くらい前かな、その頃にできた新しい魔界なの。それまでは人間が住んでた世界なんだって。どうして魔界になったか誰も知らないんだ。え、悪魔、あ、お前じゃない。え、悪魔マジめっちゃ可愛いんだけど。え、めっちゃ仲間にしたい。やべ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 、玉ねぎ、危ない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 。これね意外にね、あの倒して進もうと思うとめちゃめちゃ時間かかるんだ。お、あれ譲る、無事でよかった。本物大丈夫。君は姿は大きく変わったようだが、なぜだろうな、一目で君だと分かったんだ。なそういうゲームになりました今。ボロボロにされた。ボーイズラブ、銀の車体に緑のない、これは山手線の車両じゃないか。なんでこんな綺麗に、ね、もし山手線だとして電車だけあって、この朽ち方はなんだ。僕らがトンネルに飲み込まれた後、東京に一体何が起こったんだ。
すごいね。おあ、ここも2択なんだ。すごい選択肢多いよね。どうしようか。20年後の東京かも。喋れよ。なんだって。そんな。それが本当なら、僕らがいた世界はもう。いや、判断するには情報が少なすぎる。そうだね。まずは一緒にいた生徒たちを探してみよう。ああ、そうそう。ナザイもいたね。確かダザイもあの場にいたはずだ。え？ダザイが天使に連れて行かれる。ああ、そうだそうだそうだ。連れてかれたんだね。忘れてた。なら手分けしてその天使の行方を探そう。心配しなくても大丈夫だ。天使って感じじゃなかったけどね、あの顔は。僕には悪魔を刺激する力がある。お前もそうなの？そんなことができるの？世界の秩序を守るある組織から悪魔召喚プログラムという力を授かっていたんだ。あ、え？ってことは最初から持ってたってこと？伝説の悪魔たちが闇から目覚め東京を狙っている。それに抗うために渡された力だ。え？どういうこと？どういうこと？自身を守るためだけでなく誰かを救うために使いたい。なんか組織の人間ってこと？譲るの？別々に行動し太宰を探そう。何か分かればアプリで連絡を入れる。あ、アプリ？え？アプリ使えるのかな？伝説の悪魔が徘徊する危険な場所だ。お互い十分に注意して行動しよう。これでもユズルは立ち去った。ユズルが例えばその力を持ってたとしたら、少年、妹ちゃん？の前にまずは東京タワーへ向かってほしい。すごいね。欲望がすごいね、青髪。どうして？記憶データが戻れば君をよりサポートできるはずだ。ああ、なるほど。そうすれば友人を探し出すことも容易だと考えられる。ああ、なるほどね。とりあえず自分の記憶を戻して強くなりたいなと。そうだよね。下だけちょっと、はい、無視します。はい、ね、回復あるのめちゃめちゃありがたい、マジで。危ない危ない危ない。あ、ワンドレイクはちょっと後で仲間にしてみようか。おーっと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 、マミ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 。うわ、気持ち悪いな顔。こんな顔だっけ。高いところからダッシュで滑るとサーフィンみたいで楽しいよね。あー、いつみだっけ。おっ、手に入れた。お、いるいる。お、一回仲間にしてみようか。まあ、とりあえず、あ、マジ？先なんだ。うわー、この曲がつ日がね、結構ね、強いんだよね。さ、おしゃべりタイムと行きましょう。おい、カラオケ行こうぜ。私のお人形になってくれる？いいだろお前を人形にしたい。いいよ、人形になれ。おっと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 、まさかの私のこと欲しい？いらない。言っといて。それ罠だろう。いや、欲しい。お前のことが欲しい。お前、迷っとるやないか。おね、言うことは聞かないよ。様子を見るんだ。育児なし。あれ、あ、去ってっちゃいましたね。え、あ、でもね、大丈夫。一旦減ってしまったけど、そう、このおそらくさっきの戦いで、そうだね、火がウィークなんで一旦また増えるんですよ。なので、あれ、おいおい、違うねんて、仲間にしたいねんて。あれ、いなくね。あ、いたいたいた。ほい、いったいね。とりあえず、あ、お、なになになに、後ろの子何？え？初めて。なんか音楽もね、ちょっと違う。え？
え、なになに、後ろのやつ、ニキビ玉ニキビ玉まあまあ、とりあえずマンドレイクを仲間にしよう。カラオケ行こうぜ。まあまあ、ただでは遊べないよ。おっ、うわ、高え。別のものにしよう。あ、しかも去ってかないんだ。うわマジか。じゃあ、はい、殺戮って言うてますけど、これも同じようにウィークを狙って、そうだね、でとりあえず1体倒して、そう、こうやって避けちゃうと一旦減っちゃうんだよね。せっかくウィークで一旦増え、うわーめっちゃ食らう。ちょっとね、まずいね、まずい、ちょっとまずいね。ランダマイザー、うわーマジか。あー、ちょっとね、予定変更します。ちょっとマガツヒ使って、でクリティカルになるんで、この状態でやると、まあ2ターン動けるって感じだよね。そうなるね。ちょっとね、ニキビ玉がね気になるね。多分風じゃないかな。ブロック、マジ、おお、あ、クリティカルウィークでもそんなにあまりダメージ変わらないね。とりあえず一体ずつ処理しよう。ちょっとね、意外に痛かった。いや、ちょっと諦めずに行こう。間違えた、こっちじゃなかった。真ん中でカラオケ行こうぜ。上目遣いにこちらをじっと見てみて、手を差し伸べよう。ちょっと下2つ悪意ありすぎんか。仲間になってくれ、困るよ私。あダメなんだ。ちょっとね、これまずいね。お、クリティカル、ラッキーラッキー。あ、死んだんちゃう。うわー、だるいて。結構ニキビ玉厄介だね。じゃあ最後いきますか。おーい、どうぞ、お茶飲みに行こう。遊ぼう、まあ遊ぶか。じゃんけんポン。あ、悪魔とじゃんけんで勝負した。悪魔に負けてしまった。はぁ、マジやばすぎんか。逃げた。いや、それでもね、口説きますよ私は。ねえ、お願い、見逃して。見逃さないです。命だ、助けて、仲間になるからね、ね。まあいいだろう、あげるよ HP ぐらい。おお、危ねえ。は、もう十分だろ。いや、舐めてはないけど。は、やめてくれ、やめてくれ。あぶねえ。ちょっと、もう意地でも仲間にしてやる。新しく来た悪魔だよ。どんな悪魔なんだろう。どう接しますか。まあ友好的に行こうね、優しく。お、いいね。いや、もうないんだけど。持ってないよ、もう。またお金ですか。まあ、別のものにしよう。結局あれ
あうつせみだけ手に入れたってですか。ああ、なるほど。敵情報マンドレイク、いやーマンドレイク欲しかったねー。なん死んじゃう死んじゃう。ちょっと回復して、でもダメなのかな。味方単体を復活させる。一回戻ってみようか。流血。はい。とりあえず、流血で回復してきたね。いや、びっくりしたね。まさかあんなに食らうと思わなかった。お、何これ。お、あ、調べる。おお、めっちゃ手に入んじゃん。え、50? もうずっとこれでいいよ。もうマミいらないよ。本当にいらない、いらない。いやー、ちょっとね、無視しよう。あ、流血あんじゃん、ここに。待て少年。なになになに、この気配は癖が強い。癖が右のモンスター癖が強いって。あ、久しぶりだね、君か。一緒に連れて行ってね。何何何何何を探したの。ああ、来るなとは言わないんだね、優しい。何を探してきたの。あんたの役に立ちそうなものいろいろだよ。だからいいでしょ。何何、そうしたらいろいろ見つけてあんたの役に立つからさね。何見つけてきたの一体。ハイボール。私え、悪魔を探してるんだ。悪魔を探してる。私の失われた半身。え？そう。運命の相手なんだよ。この子伝説の悪魔なんじゃない？違う。わかる？このローマン。なのに邪魔する悪魔たちが多くて困ってるの。じゃ悪魔も阻止してるってこと？お願い。あんたと一緒にいさせて。和装の悪魔には事情があるようだ。まあまあ一番反対してた 青髪さんにちょっと相談しよう。前に伝えた通り、悪魔の中には危険なものが存在している。そうだよね、言ってたよね。だが、だが、お少年、君はあの悪魔を同行させたいと思っているのか。まあまあまあ、もう連れてく選択しかないよね。まあまあ同行させよ。君がそういうのね、しょうがない。私は従う。同行を許可し東京タワーへ向かうと告げた。やったー、ありがとう。いいよいいよ。それでそれで、今度は東京タワーへ向かうんだね。そうだね。でも知ってる？あそこには塔の悪魔って呼ばれる怪物がいるんだよ。あ、なんかボスかなんかかな。だからそいつに負けないように私がサポートしてあげる。お、私は天の雑魚。今後ともよろしく。天の雑魚、ね、あら可愛い。あれ、クエストナビになクエストナビになりました。クエストナビとはクエスト発動中ナホビノに同行して移動サポートする悪魔の名称です。戦闘には参加しませんが、マップ上でアイテムを発見、おーいいね、アイテムを発見し告知したり目的地の示唆をしてくれます。クエストナビの誘導に従いながらゲームを進めてみましょう。お、いいじゃんいいじゃん、役に立つじゃん。人間間ころからここで暮らしてなんじゃが、町の様子はすっかりあ様あよよ変わってしもうた。ここ昔はビルジングビルジング、やばい、癖が強いこのキャラも。あ、でもこれ昔からいたキャラじゃない、なんか見たことあるぞこのキャラ。この前のバトルすごかったよね。お兄さんは参加した口、知らないの、たった18年前から始まったあれだよ。え、天使と悪魔の大決戦すごかったんだから。でもあれどっちが勝ったんだっけ。ちょっと見えてきたね。でかくて岩みたいに硬いやつがいるよ。君なんてあっという間に殺されちゃうよ。なんか優しくないな、ちょっと嫌いだね。芝が
流脈渡りの行き先に登録されます。あ、芝って言うんだ。